お恋は無線爆弾、我が家は無線爆弾、今にも弾けそうな我が家は無線爆弾、飛ばそう無線爆弾、きれいに飛ばなくても、あなたに届けたい我が家は無線爆弾、弾む心をバン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 、あなただけに見つけてほしい。我僕は無線爆弾、誰にも止められない、あなたの胸の枠に当たれよ無線爆弾。昨日東浦の花火大会あってさ、花火しばらく見てないから、あれ見に行こうぜって言ったんだけど、どうもめんどくせえ、ね、夜遅いから何しろ花火ってさ、帰ってきてね9時10時とかになったらどうにもめんどくさいから行きたくないけど、花火は見たいからどっかさ近くで見れねえみたいなことを言ってさ、ちょっと調べたら東浦なんだけど、会場はイオンの浦和美園店の屋上から見れるみたいなことが書いて、穴場だみたいなことが書いてある。イオンならいいじゃんね、ちょっと買い物もできるしさ、事前になんか酒かなんか買って準備することもできる、イオンで見れるとこで見ようぜっつってさ、行ってさ、スタンバイって結構早めに行ってさ、待っててさ、カメラも持っててさ、行ったらさ、なんかね、その会場打ち上げ場所とイオンとの間に倉庫があるんだよ。倉庫が影になって見えないの、見えないんだけど、ずれればまあ見えんだけどっていう、だからそれがなきゃドーンって見えるんだろうけど、 それ倉庫できてるから、こうよけて端っこの方でなら見れんだけど、もう結構距離あるから、その会場で 4何キロだと忘れちゃったけど、4キロだか5キロだか忘れちゃったけど、距離あるからこのぐらいにしか見れないのね。ね、でさ、これをさ、例えば周りに誰もいなくてさ、のんびりお酒とかないな、バンバンっていうのを見てるんだったら、それはね、それで楽しいと思うんだけど、何しろ周りがさ、見に花火見に来て人いっぱいいるからさ、100人じゃ聞かないと思うんだよね、200人ぐらいいたんじゃないかな、ね、200人揃いも揃ってさ、こんな花火見たってさ、しょうがねえじゃんってことになって、もう早々に、あ、これダメだって、見りゃ見れるけど、綺麗っちゃ綺麗だけどつってさ、よっそ帰ろうって、退散して、で、まあ、今日になってさ、ちょっと昨日の反省だ、反省会だ、地図をこう広げてさ、地図ってグーグルマップをね広げてさ、ここがこうでこうで、ここで打ち上げんだから、こっからだったら見えねえみたいな話を、経済対策会議みたいな緊急会議を開いて、来年見るとしたら、じゃあこの辺りかなみたいな検討をちょっとつけといた。来年もし行くとしたら、まあ、そういうまたちょっと変わった別の場所から見ようかなと思ってるんですけど、来週が岩槻の花火大会があるみたいなんですけどね。岩槻はっていうと、なるほど、なんか、実家のそばに住んでた、まあ今は実家のそばには住んでるんだけど、それとはまた別のとこ住んでた時に、2階の窓からね、花火見えたんだよね。だからこの辺り、まあほぼ移動はしてないんで、距離的にはね、こっからだったら裏の
畑の前あたりから見れんじゃねえみたいなこと奥さん言い出して、言われてみれば見えるかもわかんないと思って、で来週の岩槻の花火大会すごい見たいんだけど、何しろ来週は三番瀬の誕生会やって、誕生会行ってその後あの海昼ビーチコーミングもしようっていう算段になってるから、ちょっと花火まではちょっと難しいかなってちょっと残念なんですけど、もしかしたら、勢いつけてかもしれない、行くぞっつって行っちゃうかもしれない。